感謝は、ぬくい特労による日本の推理小説。週刊朝日にて2007年8月17日号から2008年10月3日号に、連載、朝日新聞出版から2009年2月20日に、刊行された。不慮の事故で幼い息子を亡くした、新聞記者が突き止めた息子の死の真相、法では、裁くことのできない小さな罪の連鎖から、 モラルを書いた現代社会を描いた社会派ミステリー。第63回日本推理作家協会賞長編、及び連作短編部門受賞作、第141回直木35賞候補作。物語はマイナス44章から始まり、自己発生の経緯が描かれ、発生を経て改めて第1章から続いていくが、日本推理作家協会賞では、この点が、 すでに知っている、事柄の答え合わせをさせられている、感覚が強いなどの批評もあったが、作家としての技量やミステリ界に対する貢献などが加味されて受賞に至った。2018年、テレビドラマ化された。恐怖で街路樹が倒れ、川を歩いていた女性が押していた、ベビーカーに直撃する。止まらない地に動転する母親を様々な不幸が襲う。 病院の患者たらい回し、軽い風邪程度で夜間救急を利用する若者たち、ある病気により街路樹の診断を怠ってしまった業者、街路樹の伐採に反対し、診断業者を追い返した主婦たち、プライドから犬の糞の片付けを途中で切り上げた市役所の職員、犬の糞を片付けなかった老人、少しずつのモラルのない、身勝手な行動が不幸の原因を作っていった。 目、テレ開局55周年記念ドラマとして、同局制作で、テレビドラマ化され、テレビ朝日系で2018年9月22日の22時15分から、翌0時8分に放送された。主演は、妻夫木聡、井上真央。2019年6月15日から上海で、開催されている、第22回上海国際映画祭で、プレミア上映された。 海外での反響を受け再編集を経た劇場用ディレクターズカット版が2019年9月21日に劇場公開された。ありがとうございます。